動物起源の生薬についてお話しします。その第一部として象皮、腺素、海育人、基盤、六弁、六尾、蛇行についてお話しします。日本というのはですね、動物生薬というのがですね極めて少ないんです。で、その理由は大乗仏教、すなわち仏教が日本に伝わって、そして殺生、肉食の禁止がなされたわけですね。例えば675年天武天皇の時にはですね、牛、馬、犬、猿、鶴ですかね、あ、鳥ですね、鳥を食うなかれと肉食を禁止しているんですね。また721年には殺生を深く禁ずということで、殺生、肉食が禁止されてきたんです。ですからそれ以前は、この時代以前は別に殺生も肉食もされてたわけですね。で、じゃあ中国から朝鮮半島を経て日本に仏教が伝わってるわけです。じゃあ中国とか朝鮮半島はどうなんだということなんですが、確かに伝わってきた時は肉食、殺生は抑えられてたんです。ところが元蒙古ですね、元が中国あるいは朝鮮半島を抑えて、朝鮮半島はもう百何十年の間元が支配してましたね。で、元の国はモンゴルですから当然肉食します。そういったことで中国あるいは朝鮮半島の人たちは肉食に対して別に問題がなくなってしまったんですね。慣れてしまった。ところが日本は元寇の勢いを止めましたから、その結果仏教の肉食を抑える、殺生を抑えるという習慣がずっと残ってきて、吉宗の時代になって初めて牛乳という言葉が復活したというようなことも言われています。で、そのように日本には殺生、肉食の禁止ということから動物性の生薬というのが少ないんではないかなと思います。さて、中国から日本、香港、日本、そして東南アジア、こういったところの生薬の流れがずっと時代に変わって変わってきました。それについてお話していきたいと思いますが、第二次世界大戦が終わってから中国は一種鎖国の状態になりました。その結果生薬の流れは中国から香港に伝わって、香港を窓口として香港が東南アジアとか他のシンガポールだとかいろんな世界中のつながりを持ったわけですね。そして日本に対しては江大港というところがあったんですね。これは皇后通りと書いてますが、クイーンズロードですね。クイーンズロードのとこからこう少し坂道を上がるような感じで入っていった左側に間口や狭い事務所があって、それが江大港と言います。我々は普通江大港さんって言ってますが、ここのところが省略の問屋さんだったんですね。もちろん倉庫は離れたところにありました。で、このウォンさんは日本語がとてもお上手だったんですね。ですから日本の問屋さんたちも江大港とのつながりが非常に深くて、その結果中国の省略は永大港をはじめ香港の生薬問屋さんを通して日本に来るというのが普通だったんです。で、ですから私たちもこの香港へ行ったり何かあると永大港、香港行ったら永大港さんに寄っていろいろと教わってくる、見せてもらうということは普通だったんです。ところがですね、1970年に日中国交が正常化しました。その結果中国から日本に直接生薬が入ってくることもできるようになったんですね。もちろんこのルートもありますが、このルートもあったんですね。で、このルートというのは国家医薬管理局が計画統制してたんです。計画統制というのはどういうことかというと、
この章は何という章訳を何トン作りなさい、この章は何を何トン、この章は何を何トンという形でもう全部計画通り、そしてこれは中国にから日本に輸出する分とか何とかいう感じで全部国家医薬管理局が握ってたんです。ところがですね、だん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 進んでくれる、したがって市場調整、すなわちもう国家が集中的に管理するんじゃなくて市場の動向に合わそうということになって、そして生産地である省の単位で取引ができるようになったんです。通さずにですね、直接取引だ。で、こうなるとですね、また新しい問題が出てきたんです。国家医薬管理局が計画調整しているときはどこどこに何トン、どこどこに何トンいてちゃんと決めて、そこの省は言われたものをちゃんと生産しなきゃならなかったんです。だけど省の単位で任されてしまえば、省としてもですね、儲かるもんはやりたくないとかね、手間がかかりすぎるものは やりたくないとかね、儲かるものとかそういった方向ばっかり行ってですね、野生品のものを収穫してくるとか、あるいは安い生薬というのが実際には日本に入ってこない、非常に来にくい時期があったんですね。でその頃ですね、中国にはずっとですけども、中国全体には二大中薬剤市場というのがあって、その一つが安国、そしてもう一つはですね、ここに白州と書いてありますが、ポーゾーというのが中国語の発音なんですね。ポーゾーというのが中国語の発音ですが、これをなんで白州と呼ぶのかは私は分かりませんが、安国と白州、これが二大中国の市場だったんですね。で、例えば安国というのはどういうところかというとですね、そうですね、テニスコートが5面6面ぐらいの広さですかね、それぐらいのところにトタン屋根がバーッと一面一つの屋根の下にあって、周りは何も壁も何もなくて、そしてそこの地べたに通路があって、そして農家の方々が自分で集めた生薬とか栽培した生薬を持ってですね、そしてボーンと置いて座って、そして取引してるんですね。でそこへ来て買っていく人もいれば、そのところの周りにずっと生薬問屋さんが軒を連ねてて、でそこのとこでもやっぱり必要なものをそっから集めたりいう感じで取引されてました。で、私もそこへ行って、ああこんなんがあるんだな、こんなしてるんだと言っても思ってましたけども、それが集められて、そして例えば香港、だから香港からこういうところに行って店を構えて必要なものを買って帰る、こちらへ置いてまた集めるというような感じで集められてたんだろうと思います。で、あの省がこうやって直接やってたんですが、最近になって国家医薬管理局と省とが共同して中薬のもっとさらなる発展のためにということでGMP の地域を指定するようになりました。この省薬はどこが作りますか、どこが作りたいですかというようなことを尋ねて、例えば最新だから黒竜江省がはい、遼寧省もはい、あじゃあ黒竜江省が最新の GMP 地域にしましょうとかね、そういうような感じで全部するんですね。でそうするとですね、どういうことになるかというと、もう大学やらそういった研究機関が全部ちゃんとサポートしますから、大きな農場にですね、立派な建物があって研究室があって、そこで成分分析ですね、日本のいろんな製薬会社が持っているような成分機械を全部使って成分の分析したり、それから育苗ですね、種をまいたり苗を育てたり、あるいは品種改良したり、そういったもう大学の農学部以上の設備があって、そして栽培やるんですね、ここのこういう栽培の仕方したらどうだこうしたら、そしてそこから生産されるものは常に均一なものを 一つのブランドとして生産していくというのが、これが
GMP ですから、グッドアグリカルチャープラクティクスですから、そういう形で進められてるんですね。で、日本としてもこの小単位で進められてくるとなるとですね、今度は大変なのは、この省役はこの省行って、この省役はこの省行って、この省行ってって、いろんなところ手ずる使わなきゃならない。そうなるともう一番簡単なのは中国の国内に拠点を作るということなんですね。そしてこの日本の拠点、特に日本は製薬会社がですね、大手の製薬会社はそういった拠点を持って、でこっからいろんなところとの取引をやって、そして日本へ送ってくるというような形になってきたんですね。ところが現在この流れの中で一つ生薬学をやるものとしては問題なのは、原型の生薬がなかなか手に入らなくなってきたんです。なぜなら中国としてもですね、刻んだり何か加工すればその分だけ入ってくるお金が増えるわけですね。工賃が増えますから、当然そういうことしたいわけです。それと日本側としてもですね、例えば生薬いろいろちょっとずつ100キロずつ買って、それを日本で混ぜ合わせたら、これ GMP 上は二次ロットになっちゃうんです。原料の二次ロットになっちゃうんですね。そうすると GMP 上は認められないですから。だからここのところで全て抽出原料の状態まで持っていって、刻んできれいにして、そして規格に合ったものを持っていった方がやりやすくなりますね。でなると全部ここで加工されちゃいますから、加工されたものがここへ来ますから、刻んだものなんですね。ですから我々が日本にいて原料の生薬を見たかったら、もう生産地へ行かなければ見ることができない。例えば香港の英大校行けば原料生薬見られたんですね。英大校さんも香港で刻みとか加工に出すこともできるし、日本でも持って帰ってきて、例えば生駒にある小松製粉さんのところへ粉にしてくださいとか、刻んでくださいとかいうことをできたんですね。ところがそれがだんだんとできなくなる、全部ここになっちゃったんですね。ですから見ることができなくなった原料生薬、写真やらでこんな形というのはありますけど、なかなか手に入らなくなる、現物を身近に、ま、見たりすることができなくなってきたんですね。まあ大きな時代の流れということになると思います。さて、こういった流れの中で動物生薬ちょっとお話ししていきたいと思います。まず象、珍しいですね。象の皮、これ実はちょっとね、古くなって茶色くなってますが、本当はもう生きた象の皮をそのまま剥いだような、あの灰色をしたそういうグレーのね、皮そのもので、大きさがだいたい20センチ四方に切るんだそうです。厚さが2センチぐらいですね。で、これはこのちょっと茶色いのはその古い製なんですけども、こんなもんもあるんですね。先ほどの永大校行った時に温さんが、ほらこんなん知ってるかいとか言われて、見せられて、見ただけで象の皮だろうというのは想像つきますが、これが生薬なんですね。何に使うんかって、温さんはですね、いや皮膚病に使うんだよって、お肌のために使うということですが、このこれを煮詰めて、エキスを煮詰めて抗薬の状態にしたり、あるいは黒焼きにして皮膚病に用いるということで、あるいは傷口を取れるのに外用したりしますよということで、こういうな生薬があるということを教わったんですね。他にも象の肉とか象の肝とか象の目玉とか、あるいは象の大便ですね、それから骨とか牙とか胃のも使われますが、もうまず日本ではこういうものはないので、触れることはまずありませんが、これもですね、私いろいろ調べてみたら、全国にいろんな生薬の集めてるところあるんですが、これないんです。ですからこれはですね、私が持って帰ってきて今
小田原にある未病バレービオトピアのところに持ってきたも私のものは全部お渡しして、そちらでもう管理し今後、使っていただくということでお渡ししてるんですけども、これしかないと思います。日本はだいたい植物性のものはやりますが、動物性のものはあまりやりませんから、これしかないと思います。ビオトピアにあるこれしか象の皮の標本は国内にはないと思います。ちょっと珍しいと思います。センソですね。これはシナヒキガエルの起源にしてるんですけども、私学生の時ね、センソを習ってね、この起源植物、起源動物がガマで、ヒキガエルで、学名がプッフォブッフォというのを聞いてですね、ものすごく嬉しかったですね。いやー、ガマの鳴き声がなんとなくブッフォブッフォっぽいですから、これがブッフォブッフォって言うんだと思って、もう、とても嬉しかったって、なんで嬉しいのかわかりませんが、とても嬉しかった気がします。で、ガマがブッフォブッフォ。で、これの耳下腺、耳の下のとこから出てくる分泌物があるんですが、それを乾燥するとセンソと言います。この分泌物というのは、このとこ白いのがブツブツブツとありますが、練乳みたいな、ちょっと固めの牛乳みたいなのがブチュブチュブチュと染み出てくるんです。で、これをですね、竹のへらでこう集めて、最終的に固めたのがこれなんです。直径が8センチ、7、8センチぐらいですかね。厚さが2センチぐらいの、1センチ5ミリぐらいかな、ぐらいのものだったんですね。で、これを固めたものをセンソ、言います。これもですね、分泌物はですね、白いのはですね、1匹から数十ミリしか取れない。で、こうやって水分が飛んで乾燥するとその10分の1の数ミリなんで、1匹から数ミリしか取れない。だから、これ1個分作るのには、1000匹、2000匹のヒキガエルから集めなきゃならんですね。もちろん、取ったからといってヒキガエルが死ぬわけじゃないんで、取ってしまったらまた離しておいて、また元気になって取って、ということを繰り返すんでしょうけども、これ作るのに1000匹、2000匹のヒキガエルから取るんですね。そして、この永大根、これを見せてもらった時にウォンさんが、うん、あれよ、でも戦争のことも知ってましたからね、欲しくてね、これぜひお願いって言ってしたら、1965年の時点で4万円ぐらいです。当時の、給与が大学の助教授クラスで十何万円、ちょっとですから、給料の1ヶ月分の給料の3分の1ぐらいしたと思います。ですから今じゃあ30万40万するんだろうと思いますね。これ1個が、これもビオトピアにあるんですけども、こういうようなものがあります。これセンソなんですね。で、このセンソということになれば、まず切り傷というのは普通あるんですね。で、このセンソのあれで止血作用があるということと鎮痛作用があるというのがこのセンソの成分の役割なんです。これはどこで出てくるかというと、これですね、筑波山のガマの油というと極めて有名ですね。こういう人が工場を述べるんですね。筑波山の山中にいる白黒のガマって言うんですね。ここにも白黒のガマって書いてますね。白黒のガマって書いてますね。前足が4本、後ろ足が5本の指って言いますが、ガマというのは本来5本指なんですね。で、1本が退化するために4本に見えるんです。で、後ろ足はやっぱり指は5本なんですが、1本突起物があるんで6本に見えるんですね。ですから、ガマの指が前足が4本、後ろ足が6本っていうの指っていうのは
四六のガマというのは当たり前なんですけども、まあ、このガマ、このガマを鏡の箱に入れると、はい、中のガマは斧が姿に驚いて油汗をたらりたらり、そのあれを集めて作ったものがガマの油である。ということで、局所麻酔と止血作用があるというのはガマの油ね、帯同の人が髪を細かくファーッと髪吹雪にして、よく切れる刀、これで切ってみれば血が出るけれども、ガマの油を塗れば痛みは止まる、血は止まる、すごいすごいと言って打ったのがガマの油ですね。ですからガマにはこういった働き作用があるというのは昔から言われてるんです。ただ今これ筑波でこういうことをやってるのは、この筑波山のガマの油を売る工場が面白いのでやってるんで、実際のこのガマの油はこれは入っていないです。これを入れると医薬品になるんですね。医薬品になればこんなところでは売れないんです。薬局でないと売れませんから、これはガマの油ということで何か他のものが入ってるんじゃないかなと思います。で、こういう作用があるということですが、他にもですね、ガマの油というとこれが出てきますね。地雷や、子供の頃でも何かあると地雷やとか言ってやったんですけども、この上の出てくる地雷やガマに乗ってるんです、必ず。でガマに乗ってますが、ここに敵がこうやって現れてくると、ガマがピュ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 と分泌炎を飛ばすんですね。するとこのかけられた方はブホテニンという成分によって、この成分が LSD 用の幻覚作用をするんですね。ムスカリンとよく似てるんです。ですから幻覚を起こすんで、このかけられた方はまずは幻覚を見て、さらにはブホトキシンによって延髄性の痙攣をするんですね。そしてやられちゃうね。地雷屋がガマに乗ってるのはその成分による敵をやっつける力があるからなんですね。これ線素の成分ということになります。でこのボトキシンですけども、構造的にはこんな長い骨格してるんですけども、これが先ほどの延髄系連毒なんで、でここの部分が重要で、この成分は強心作用、少量なら強心作用があるんで、急心とか六枝丸に含まれている成分だから、こういう民間薬ですね、普通薬局で買うこういうお薬の中に線素が配合されてます。少量ですね、強心作用として。またあの部分にはブホタリンであるとかブハリンであるとかいうのが入ってるんですけども、これは先ほどのように痙攣毒の働きもあるんですけども、また危険作用もあるんですが、もう一つ重要なのは局所麻酔作用、さっきありましたね、切っても痛くないという、これがですね、これらはなんとコカインの90倍、局所麻酔剤ですよね、コカイン、それの90倍もの効果がある、90倍薄めても効果があるというような、そういう強い局所麻酔作用があるんですね。ですから昔ガマの油を作って刀傷、そういったもんで怪我しても痛くないよ、血も止まるよというようなことを言ったんですね。ですから線素の作用というのは強心作用、鎮痛作用、そして止血作用ということを言われて、非常に重要な薬になるんですね。さて次にはオットン銃と言いますが、オットセイです。オットセイは貝区と言うんですけども、まあ肉は、まあ、体にいいだろうというのは分かります。それから体の脂肪油も、これもなんか体にいいだろうというのはこれはもう分かります。ところがもう一つ貝区人というのが出てくるんですね。貝区、オットセイ、貝区、それの人なんですが、これは腎臓じゃないんです。腎という漢方医学で腎というのは
生命力であり生殖機能のことを言うんですね。それを人と言いますから、回復人というのはそれに関係します。ですから消化器系お腹を補うのと元気がなって人を強める、すなわち生殖能力を高める、陰意すなわちインポテツですね、 ED に対して有効であるというのが回復人だということになります。これはですね、オットセイの群れが大量のメスを従えたオス、ここからイメージが来るんではないかと思います。ただね、面白いことにこの回復人、中国ではオットセイの睾丸を回復人というんです。じゃあ日本はと言ったらフェリスを回復人というんです。中国と日本と違うんですね。確かに生殖器なんですけども、睾丸を言うかペニスを言うか違うんです。だから日本に来ている回復人はこのような筋肉組織で、こちらは睾丸なんですね。そうするとよくわからんですよね。もしペニスも同じように効くんなら中国で睾丸ペニス両方使えばいいわけです。でわざわざもうペニスだけは日本にあったということは、こっちは大して効かないのか、まあ日本人に喜ばすためにそっちをもったいぶけて打って効かなかったって知らないよというぐらいのものなのか、じゃあ日本は回復人言うてこのペニスを使ってるけど、これ完全にある意味騙されてて本当は睾丸を使わないかんのかもしれませんね。もうわけわかんないですね。この辺がなかなか、本当の薬としての効果と、それから、ね、商売上のいろんな、まあ、悪い意味でっち上げと、この辺が区別つかないんですね。もし中国のあれが正しいとしたら、こういうペニスではなくて睾丸を回復人として使うべきだろうと思いますね。回復人、日本ではこれを言います。さて基盤亀甲、基盤甲というのがありますが、これは亀のお腹の甲羅、これはざっと30センチぐらいです。この30センチぐらいあるのがいいもんです。小さいものはダメです。大きい30センチぐらい、これは30センチぐらいあるから大きいんですね。なんかここにちょっと四角くなってますが、私がラベル貼って、写真撮るときに剥がしたら綺麗に撮れなくて、ここのところにちょっと型が残っちゃってますが、これは別に貼ってたラベルの跡です。ですからこれが基盤ですね。で、お腹の殻です。これはですね、お酒でと一緒に炙ったり、あるいは酢とか、あるいは豚の油、豚脂で炒めたり、あるいは焼いたり、そういったすることに加工して使うもんなんですけども、最近はですね、基盤粉、これを煮詰めてできたコラーゲンのようなもんですね、いろんなエキスを固めて、基盤粉という名前で使ってます。でこれはですね、中医学ではやっぱり補人なんですね。生命力、生殖機能、そういったものにプラスになりますよということで中医学では言ってますが、特にこういうことをせずにもう基盤甲を使うというのがいいということになりますが、これもですね、亀万年、鶴千年、亀万年の長生きのところから来てる部分もあると思いますが、これは最近ですね、そんなに昔からのものじゃなくて比較的新しい、生薬になると思います。鹿、ロックと書いてルーと言いますが、普通の鹿です。で鹿っていうと真っ先に出てくるのはこれですね、鹿の角。でこの鹿の角というのはだいたい春、早い時期に落ちるんです。
抜け落ちるんです。そしてその後新しい歯が生えてくるんですが、あ、角が生えてくるんですが、その角が生えてくるのはこのように袋にかぶってるんです。ちょっと細かい毛が生えた皮袋になってですね、こうして伸びてくるんで、この角のことを袋角というような言い方します。だいたい5ヶ月間ぐらいこの袋角はずっと伸びていきます。そして秋になるとこの中の角ですね、角が完全に骨化します。骨化するとこの表面の皮が邪魔になるんで、木にこすりつけたりしてそれをきれいに剥がして立派な骨の形にします。こういった骨の形ですね、きれいな骨の形だから、これは秋までは袋角なんです。それが最後にはこうしてきれいな、これを木にこすりつけてきれいに磨いて秋の戦いに使うわけですね。で、このような袋が出ますが、秋になって完了する。そうするとこういう形になって、ところがこの袋角の段階をまだキノコのようなんで六条と言います。でこれを薄く切ったものを六条片と言いますが、これが非常にいいんですね。なぜならこの5ヶ月の間にこんな立派な骨に成長していくわけです。だから骨を作るエネルギー、大量の栄養とエネルギーがここにこの血液に溜まってるんですね。ですからこの袋角の血液というのはもうそういう非常に強いパワー、骨を作っていくエネルギー、それから骨の成分、そういったものをいっぱい含んでるからとても力があると考えて、そしてこれを薬として使うわけですね。ですからこれはまあちょっと古くなったんでもう血液の色が茶色く変わってますが、それでも分かると思います。周りが白くなってますが、これはこのような骨になった部分が多いということで、これが多いものは値打ちが下がる。できるだけ真っ赤っか、血液がまだ隅々まで行き渡っているようなものの切片が良くて、白い部分が多ければちょっと下に下がる、ね、値打ちがないということになります。そして、これをやはり同じように煮詰めたものがこれですね。こういった形で売られています。まあこういったもんでやるよりは煮詰めた煮皮状にするが使いやすいということだと思いますが、この先ほどの基板香とそれから六角香ですね、これこの2つを合わすと保人薬として、亀と鹿の二線香という形で売られてます。例えばこんなんですね、こんなに綺麗な形になってて、チョコレートみたいですね。硬いです。ものすごく硬いです。ですからちょっと溶かすのに時間かかるんですね。時間がかかりますが、こういったものになります。これは、6畳だけ。これは両方が混じってるというものですね。これになります。で、こういった形でもやはり、使ってる。コラーゲンの一種というように思ってもらったらいいと思います。で、鹿というともう一つ出てくるのはこれなんですね。六弁です。これは先ほどの海空人、すなわちペリスと同じなんですね。オスの精液なんです。で、ここには睾丸も含まれますから、これでペニス全体なんですね。で、これ面白いことに、ここの部分が特徴あるんです。これ
表面ちょっと分かりにくいかもしれませんが、この表面に細かくこういう形でささくれだったように見えますが、これですね、実は小便の特徴なんです。虎のペニスは軟骨がこのようにちょっとささくれだったような形になってて、鹿のペニスはつるんとしてるんです。だから本来なら六便ならつるんとしたのを売らなきゃならないんです。だけどもそのつるんとしたものを売るよりはちょっとこちゃって入れて、いかにも虎のように虎の性器のように見せる。今は虎なんかもう毛一本でも問題になりますから、売ったり買ったりすれば問題になりますから、まずそんなことできないんですけど、これはいかにも虎のようなイメージ作りですね。こういったことがあります。ですから例えば皆さんが台湾とか中国行った時にこれ見せられてね、これはねものすごく体力つく精力できるんだよ、じゃあお土産に買って帰ろうかな、ここの先がねこうザラザラしてる、これはね虎なんだよ、これは虎だから高いよとか言われて思わず買ってしまったらダメなんです。これはもう完全な偽物作り。普通は六弁と言います。でこの六弁以外にですね、もう一つさ売られているのは六尾おっぽです。これはですね、鹿の尾っぽいうのは普通こう垂れてるんです。ところが走ったりするとき、逃げたりするときはちょっと上に上がるんです。尻尾はピーンとすると、ここの白い部分が非常にはっきりと見えて、後ろから走ってる鹿も前が見える、きっと目標になるせいかもしれませんが、尻尾が上上がってお尻の白いのが非常によく見えるようになるんですが、このピッと上がるというとこから六尾は元気が出るというような感じで言われるようになったと思います。これもですね、新しいです。今から40年ぐらい前の台湾に行った時に、いやーこんなのあるんですよとか言って見せられたのがこれなんですね。それでそれを買って帰ったんですけども、その頃以前はあんまりないし、文献的にもないんですね。ですからその頃からこの六尾が台湾から始まったんじゃないかなとは思いますが、これもあります。でこの六尾、それから六弁、これはですね、保人、やはり保人、陰意、すなわちインポテンツですね、 ED の治療、それから腰足が三頭というのは、三痛というのは痺れるように痛いといった時ですね、そういった時にこういうものを使いますというように言われてます。さて鹿というと、もう一つ蛇行鹿が出てきます。蛇行鹿の特徴は前に牙がある、牙があるんですけども、蛇行鹿めたら怖がりです。もうビクビクしてるんですけども、だから飼育が非常に難しかったんです。で、この蛇行鹿のオスの包皮にある特殊な分泌腺、これがこれですが、位置的にはですね、およそと性器のちょうど中間あたり、そこのところにあるんです。でこれはこれではもうずっとこの辺になりますが、ここにあるんですね。でこれをですね、オスの蛇行鹿を殺して、ここの部分をクリーンとくり抜いたら、ちょうど内側に皮が入ってて、皮が張っててですね、でその中にちょうど袋状になってるんですけども、その中に蛇行の成分が入ってるんですね。でですからこれを蛇行脳というような表現します。でこれを取ればですね、オスの蛇行鹿死んじゃまします。ですからこれは非常に高価なもんだったんですね。その上この蛇行のそのものが、これが高かった。空っぽですよ、中の蛇行のを横に開いてね、開けてね、中きれいに出してますから、裏の皮もありますが、横破れて切ってあるから中見えますし、中何にもないんです。だけどこれメタラ高いんです。なぜかお分かりですか。これに偽物の蛇行を詰めてまた売るための容器として使うから高いんです言ってね、
これ手に入れるときものすごくもったいづけられちゃいましたけど、これ邪行なんですね。で、殺さなければ取られなかったんですが、それじゃああまりにも生産性が悪いということで、これは飼育するようになって、もう人をめったに近づけないような状態で、これを麝香を取る時だけやります。で、まあ眠らしておいて、これですね、ここに口があります。こっから匂いの成分が出ますから、一種のフェロモンみたいなもんです。だから、これが出ますから、そこのところに耳かきのような、象牙で作った耳かきのようなもので、こう丁寧に中からほじくり出して、殺さずにまた置いておいて、また取れる時になったらまた取るというような形で最近はやってるようです。邪行ですね。だからもうこれ自身が目にすることはなくなってきてるんです。今はこういうことせずに取ってますからね。これ自身が非常に珍しい標本ということになります。昔はということですね。で、この麝香は六神丸、センソ、さっきありましたね、センソ、麝香、六神丸に含まれてます。で、この麝香の成分はムスコンというこういう骨格になりますが、これがいわゆる香水の仲間で、これ自身はですね、こう破ってたらもんってきて、もうとてもいい匂いじゃないんです。だけどもね、少量だと非常にいい匂い、ムスコの匂いがするんですが、これはですね、性的な面をアップするフェロモン的な作用があるんですね。ですから中年の女性なんかがつけると濃厚な匂いとして生きてくるんですが、若い女性これつけるとちょっとおかしいですね。若い女性は花の香水とかを使えばいいんですね。これは中年以上の女性にそういう性的アピールなんかを強めるためにも使う香水の一つ、麝香の香水ということになりますね。ただね、麝香7万円、4グラムで7万円ですから、まためたら高いんですね。先ほど言ったように、こうやって何度も取れるようになってから少し値段は落ち着いてるんだろうと思いますが、非常に高いもんです。で、先ほどのセンソだとか麝香だとか、こういうようなものは非常に高い生薬のうちに入ります。まあ動物生薬全体に高いですけどね。ということで、動物起源の生薬第1部終わりました。第2部ではですね、牛、幽檀、毒蛇檀、海馬、豪快、竜檀、五香ですね、五香、砂仁、夜明砂、陣中王、鹿砂というようなものについてお見せしたいと思います。